ダークギャザリング第2話、幻冬河慶太郎を見ていきます。第1話は、ホオズキ弥生だったけど、でも幻冬河慶太郎でもな、あったような気がするけど、第2話。思ったより怖くなかったからね。早速見ていきたいと思います。これ今朝の6時半に見てる。朝の6時半だったら別に何やっても怖くないかなって感じはするけど、まあ大丈夫だろう。はい、じゃあ、Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。音が嫌なんだよな、これ。オープニングや。なんか前回コメントで教えてもらったのは、この今のナレーションは本コアとかの人らしいね。あの、お分かりいただけただろうかの人、本コア本当だっけ。まあ、なんかそういうマジの怖い番組の人らしいね。 DG って書いてある。ダークギャザリング。そう、あとコメントで言われたのがね、ポケモンとブリーチって言われたんだよ。俺の中でブリーチはそのツイッターで見たことがあったんだけど、ポケモンは見たことなかったな。ポケモンって何なんだ。弥生ちゃんかな。ポケモン的な立ち位置なんか。本編開始。なんでよ。
でなんかあるそっか、これだったか。人形いっぱいのところだ。PV であったな。麻酔？麻酔ってなんだ。弥生ちゃん怖くね？それで平気で壊す。うつ伏せで手のひら上って痛くね？意味が分かんないんだけど、これ
はあ。へえ。シルエット。やばいんじゃない？なんかもうやばいんじゃない？面白かった。ほら、だってもうやべえやんな。おお、マップしやべえやん。
切れない。さすさす。ほう。ギロチンみてえな。やばいんじゃん。大丈夫？おお、持って帰ってきてる。
気持ち悪い。うわぁ。まだいない子いんのか。ザーさんの曲なんだ。本当に怖くなるんか。今のところないな。でも不気味ではあるな。朝見ててよかったかもしれない。今6時52分夜中見てたらもっとやばかったろうけど、なんだろうな、こう終わり方がクソ気持ち悪かったんだけど、なんかすごい気持ち悪かった。やばくねえか、なんか神経で人形首くっつけてビーンってやって人形が痛がって血の涙流す、そう気持ち悪くねえか。なんかそういう不気味さがあるな、これは。うん。あれ神経なんだね。はあ、でもそう考えたらあれじゃない。ああ、名前が出てこねえ。名前が出てこねえ。 A 子だったっけ。 A 子も両手手袋してるの何なんだろうな。ああ、わかんねえ。でもなんかすごい気持ち悪い、不気味っていうのしかないわ今。怖くはないんだけどね、怖くはないんだけど不気味、記憶が悪い。それを怖いって言うんかな、わかんないけど。あー、すごかった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄のリンク貼っておりますので、そちらチェックぜひ。ということで、ダークギャザリング第2話、幻冬が慶太郎、合ってるよね、幻冬が慶太郎でした。ありがとうございました。